わー、たくさんの魚や野菜、すごい量だね。ここ神戸の中央卸売市場本庄では、日本はもちろん海外から鮮魚や野菜、果物が集まってくるので、神戸の台所と言われておる。こんなにたくさんの食品が一体どうやってみんなの元に届くの？市場といえば競りが有名じゃが、この食品を管理して競りなどで販売しているのは卸売業者さんという方じゃ。今回マナブ君には、この大量の食品がどうやって販売されていくのか、競り人の仕事を調べてほしい。了解。こんにちは。僕は神戸少年調査隊、神戸学。神戸の街のみんなのためになる仕事をいろいろ調べるよ。期待しててね。今回は中央卸売市場本庄の鮮魚の競り人さんの仕事だよ。おはよう、学ぶくん。おはようございます。まだ夜中の1時だけど、こんなに早くから競りをするの？いや、競りは4時からだけど、今から全国各地からの生鮮食品が届くんだよ。どうやって届くの？見ててごらん。わわわわ、おっきい。鮮魚だけでこのトラックが毎日何台もここに来るんだよ。すごいな。フォークリフトだ。ここではとにかく大量の生鮮食品と重いものを扱うから、この専用の自動車が常に動き回っているんだ。かっこいいな。食品をすべて卸し終わったら、広い市場がたくさんの魚たちで埋まっちゃったよ。毎日こんなにお魚が食べられているんだね。あれれ、おろした魚をまた積んでいっちゃってるよ。あれはスーパーなどの量販店に送る分なんだ。スーパーなど量販店はあらかじめどの魚を買うか決めてあるから、数や伝票をチェックしてすぐに送るんだよ。そっか、決めておかないとチラシが作れないもんね。そう。さあ、今から競りが始まるよ。学君は競りを見るのは初めてかい？なんだか早すぎてよくわからないな。そうだね。見ててごらん。僕たち競り人が声を上げて見ているのはみんなの手なんだ。手？そう、あの手の形を見て、その人がいくらでその食品を買おうとしているかを見極めているんだ。あれで金額を出しているんだ。でもあんなにたくさんいて間違えたりしないの？そりゃいろいろな出し方をする人がいるから、若い時は間違えたりする時もあったけど、経験を積んで今ではもう間違えたりはしないよ。それに競り人には試験があって、合格した免許のあるプロしかできないんだよ。そうなんだ。知らなかった。競りはね、その場で値段が変わるから、この競り人の技量次第で値段も変わったりするんだ。言い方一つや食品の並べ方、買いたい人の心理を読んで競りを行うんだ。この駆け引きがこの仕事にとってのとっても面白いところなんだよ。なんだかすごい世界だね。そして私たちの一番大事な仕事は、生鮮食品を全てその日に売り切ること。特に鮮魚は保存したりができない生鮮食品だから、余らせたりは絶対にしないんだよ。今日も学君たちのうちに新鮮なお魚が届くように、僕たちがしっかり売り切るからね。よろしくね。こうやって競りで買われた食品は、この後仲卸業者さんから町の魚屋さんなどに売られるんだって。そうやって僕たちのところに届くんだね。なんだか大人な世界って感じだったけど、見てるととっても活気があって楽しかったな。どうじゃ、分かったかな？中央卸売市場本庄が神戸の食の中心となり、みんなの食を安定させてくれるとっても大事な仕事なんじゃな。それに生きている魚も扱っているんだよ。ほら、お寿司屋さんとかで水槽を泳いでいたりするのを見るでしょ。鮮魚だけでも様
様々なことが行われておるんじゃな。学ぶ君、中央卸売市場本庄ではもう一つ青果といわれる野菜や果物も扱われている。来週は野菜と果物の調査をしてくれるかな。了解。みんなも分かってくれたかな。じゃあまた来週だね。バイバーイ。